ていきますが、使徒の働きの一章の3節から読んでいただきましたけれども、これは苦しみ受けた後って書いてありますけど、これは十字架ですね。十字架の後に復活されて、40日間、天に帰るまで40日間、昇天されるまで、弟子たちの現れて、神の国、永遠の命のことを語って、本当に私復活して生きてますよっていうことをね、示されたわけですね。そして4節、一つ目のポイントは4節ですね。彼らと一緒に、弟子たちと一緒にいるとき、下を見ると、食事を共にしているときってですから、食事をしているときに、イエス様は彼らにこう言われた、命じられたんですね。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。いや、エルサレムを離れるなって言ったんで、私から聞いた父の約束。父の約束は何かって、これ、ルカの福音書を見るとわかるんですけども、こちらで読みしますね。24章のところの46節から書いてますね。これ、イエス様に言われた言葉。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、十字架ですね。三日目に死ぬから蘇り復活。その名によって、キリストの名によって、罪の許しをさせる悔い改め、救いに至る、喜びに至る悔い改めが、エルサレムから始まって、あらゆる国、全世界の人々に伝えられると。で、あなた方、弟子たちは、これらのことの証人です。で、このことの証人として世界中に行くんですよと。で、さあ、私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。そのために、神様が約束してくださったものをあなた方に送るから、あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは、都、エルサレムに留まっていなさいって、この絵ですね。で、その約束を、ね、だからその糸高いところから力を着せられる、なんか送ってくださる贈り物がある、ね、それを受けるまではエルサレムから離れるな。で、具体的な何かって5節に書いてあるように、ヨハネは水でバプテスマを授けたけど、ね、もう間もなくその約束のもの、それは聖霊のバプテスマなんですね。聖霊のバプテスマを受けるからだって言ったんですね。で、聖霊のバプテスマっていう時もすでに皆さんの多くの方は聖霊のバプテスマを受けて意見を語れたり、そういう聖霊のバプテスマに対して喜び満たされたりした体験がある方が多いと思うので分かると思うんですけど、この時弟子たちは聖霊のバプテスマと言われても分からなかったと思うんですね。まだっていうのは、この誰一人まだ受けてない時だから。でもとにかくなんかその何か約束された力を受けるっていう、それを受けないと、もうこの後やっていけないとかよく分かってたので、それを言ったんですね。で、エルサレムを離れないでって言われたの。で、この場合はエルサレム離れちゃいけない。何か言ったらそこに座る。でもね、エルサレムはね、彼らにとっては、この時はですよ、エルサレムは神の都で素晴らしいところなんだけど、彼らにとってはちょっと居づらいところだったの。何か言ったら、エルサレムでキリストは十字架にかかり、そこで復活されたから素晴らしいところなんですけども、ガリラヤは彼らの生まれ故郷で、どっちかというと田舎でよかったんですけど、エルサレムは立法学者やパリサイ人、宗教家たち、エリートがいて、そしてイエスの弟子であったら捕まえて殺そうとしていた。イエス様の仲間だ、弟子だと分かったら、もしかしたら、殺されるかもしれない。捕まえられることは、間違いない。だから、怖かった。できたら、エルサレムも少しでも早く離れて、ね、ガリラに行きたいと思ったと思う。肉はですよ、肉は。でも、神様は、このエルサレムにいなさい。ここから悔い改めが始まって、世界中に行くから、ここにいなさいって言われたんですね。で、いいですかね。神様の言われる場所にいたときに、彼らはその通り言われた場所にいて、エルサレムに留まっていたので、10日のうちですけれども、ペンテコステが来て聖霊が臨まれて、まさに聖のバブテスマ、約束を受けるんですね。主の言われた場所にいたからですね。通訳のこと声を小さくできませんか。ここまで聞こえるんですけど、ね、で、あの、ね、で、何かというと、ね、あの、ある場合はとどまるんじゃなくて逆に行かないといけない。主が言われる場所にいることなんだから、この場合はエルサレムにいて離れずにとどまってなきゃいけなかったけど、ある場合には逆にどっかに行くことなんですね。主の言われる場所にいるときにそこで臨まれるんです ね。だから、あの、私、聖のバプテスマって言うとすぐ思い出す人がいるんですね。誰だと思いますかね。あの、2月5日の日に殉教生が終わって、6日の日に我々ツアーに行ったんですけども、実は2人のね、青年、子供がいる青年がやってまいりました。ヒカル君とヒロ君ですね。どっちも牧師になってるから、ヒカル君とヒロ君なんちゃいけないんですけど、長崎では許してもらいましょう。ヒカル君とヒロ君ですね。で、それで、この PA とかいろんなことをチェックしたり、いろいろやってくれたんですね。頼んだわけじゃないのに、向こうからね、させてもらっていいですかとか言ってきてくださってですね、やってくれた、一生懸命やってくれたんですね。本当に感謝しますけれども、ヒカル君がですね、聖霊のバプテスマを受けた時の変化はちょっと尋常じゃなかったんですね。で、彼はクリスチャンホーム、もう3世かな、3世か4世ですね、だったんですね。それで、こう育ってきて、小さい時からずっとイエス様の話は聞いてたんだけど、自分で体験したことはなかった。だから知識としてはあるんだけども、自分で体験してないから、
高校時代から中高とずっとバスケしたんですけど、中学時代はですね、ちょうど漆島牧師が飯塚に来られて、ね、まあ、で教会はね、まあ、僕は忙しいだろうけどね、教会はね、日曜日だけは来て寝ててもいいからって言ったの。後で聞いたらね、あんまり部活がハードだったから、バスケはすごくうまかったから、彼はね、日曜日の朝だけはね、休ませてもらおうと思って教会来たそうですね。だから教会来たら、あそこ公民館でやってたんですね、和室なんですよね。だから後ろに座布団をね、いっぱいあるから座布団をさーっと並べるんですって。ほいで後ろに寝るんですって。でちょうど真ん中、この牧師のちょうど真正面のところにこう顔を出してね、顔だけこっち向けてこうやって ね寝てね、出てたんですね。漆島牧師よかったです ね。漆島牧師はそれでも受け取るね、受け取りましょうね。主がダメだと言わない限り、ね、立法によって行かないといきましょう。私若い時自分危なかったと思うけど、年を取ってよかったですね、受け取りましょうね。裁くことはしないでね、お互い、私も含めて。裁いてるとき、私たちは高くなってます。知らない間に。人の高ぶりがやたら見えるとき、こちらが知らない間に高くなっています。これは必ず。気をつけてください。裁きは神に任せましょう。イエス様は主に牧したから、正しく、憐れみを持って、正しく裁かれます。神は恐るべき方です。いいですか？ね。話はちょっと元に戻しますけども。で、それでね、高校に入ってバスケをやって、そして、大学もバスケットで行けたんですけど、もう十分だって言ってですね、就職したんです。ね。なんかゴミの収集かなんかですね。でもあれは公務員になるんですよね。やってたんですね。ね。そして、それで、お父さんとお母さんは飯塚の牧師になったんですけど、しばらく経って熊本に赴任になった。だからもう彼はそのまま残って、その家で住んでたんで、まあね。そしたらですね、友達をいっぱい呼んでですね、缶ビールとかを飲んでですね、騒いでですね、そして寝ちゃう。理由あったんです。後で聞いたら、一人になるのは怖かったって。本当にみんな仲間出るときは楽しいんだけど、みんなが帰った後、一人になったら、ものすごい虚しかったって。なんか言葉にならない虚しさと寂しさがあったって。早く寝たかった。でも寝れないから、わって飲んで騒いで、で、遅くまでいて、さっと寝ると。で、次の日の朝、仕事には必ず行ったんですけど、本当に起きるのが嫌だったって。ああ、今日も一日が始まるって。ああ、でも本当にため息と、そういう気持ちで朝起きてたんですって。そして職場に行ってたってね。休みはしなかったの、彼はね。でも、そういう気持ちだったってですね。そういうことがずっと続いてたんですね。で、まあ、近所から文句が出てですね、お母さんはですね、言われてですね、で、怒ってですね、言ったら、光くんはですね、はいはいはいって言って、で、ちゃんとまた次、その日も騒ぐと。繰り返したんですね。ね、そういう状況だったの。その時にお母さんが言ったんですね、今年は感謝と賛美リバイバルキャンプは中止になりましたけれども、前に行ってた、当時はマーリン子供アメリカチームで行ったんですけども、そこにね、あなた行かないかって連絡をしたんです、お母さんがね。ただ彼が、あ、行っていいよって、お金出してくれるのって言ったから、いや、あなたはもうお金持ってるでしょって、なんか貯めてたじゃないって言うからね、自分で行きなさいって言ったら、いやいやダメだって、あれはねバイクを買うんだって、ね、でバイクを買ってちょっとね、一緒に乗りたい人もいたから、バイクを買うそのためにもう目的をちゃんと持って貯めてたんだからダメだって言ったんですね。そしたらですね、まあ、ちょっと問答があって、いやもうダメだってもう切ったん。お母さん仕方がないなと思ったんですけど、前の街道だったの、その時はね。で、九州の牧師たち月曜日にみんな集まってて、一緒にいろんな学びをしたり、礼拝をしてたの。で、その月曜礼拝の真っ只中で、私夢だと思って、夢じゃない、幻だそうです。礼拝した真っ只中で、もうはっきり幻を見たんですって、お母さんが。あやかやきももうはっきり。まさに幻を見たんですって。ヒカル君がバイク乗ってバーッと走ってきてね、曲がるんですって。で、カーブのところでもう大転倒するんですって。で、大怪我になる。で、それがあやふやで、もうはっきり見たんですって。それを見た瞬間分かったってね、これはまずいって、アメリカに行かないといけないって思ったんですって。で、お母さんはそういう予言的な人だったから、もう明確に思ったから慌てて電話してですね、もうね、こういう幻を見たからね、あなたアメリカに行けばダメだって、ね、バイク買うんじゃなくてアメリカ行きなさいとか言ったらですね、ひかるく怒りました。脅す気かとか言ってですね、怒って電話を切ったんですが、その時彼の心の中に、お母さんがもともと霊的なタイプで予言タイプのことを知ってるから、あれはどうもお母さんが思ったというよりも本当に幻を見たんだろうと。で、神様やっぱりそこはね、神様みたいな恐れがあったんですね。なんか神様だなと思ったん。こう言ってました。一生懸命自分で自分にね、説得したんですって。バイクはまた買える、今度貯めれば。でもアメリカはこう行かないといけないし、アメリカ行った時に、そうだ、
本物のディズニーランド、別に東京ディズニーランドが偽物だと思いませんよ。でもね、本物のアメリカのディズニーランドに行ってきて来たら箔がつく。一生懸命自分を説得させるためにね、アメリカに行ったら箔がつく、ね、でそのお土産を持ってくれば友達だってね、かっこいいって言ってくれるかもしれないって一生懸命自分を説得させて、そしてね、行くことにしたんです。彼は自分の稼いだお金で自分でアメリカに行ったんですね。神様の導きがあったから。で彼の場合は行くことだったんです。弟子たちはとどまらなきゃいけなかったんです。要は神のおっしゃる場所にいるかどうかなんですよ。神のおっしゃる場所に、で神のおっしゃる場所ってのは必ずしもハッピーで幸せで、もういるとルンルンして、もういつまでもいたいわって思えるとは限らない。そういうこともありますよ。でそうなること、そうなっていきます。でも最初からそうかというと、最初はそうじゃないことが結構多い。もちろんそういうこともありますよ。十分ありますよ。で、そう変わっていきますよ、必ず。でも最初はそうじゃないことが多い。ね。南君の神に言われた職場なんて最高資産、最初資産でしたよね。最後はもう最高の場所になりましたよね。だから、そうですね。だから、この時も、この弟子たちにとってエルサレムは必ずしも居心地のいい場所ではなかったし、光君にとってアメリカ行くってことは、目的を持ってやってきたことを一旦捨てなきゃいけなかったんですね。で、それでも行った。で、毎日さんのセミナーね、出てて最後の日だったかな、最後の前の日かな。で、一番後ろに座ってたんですって。で、こう持たれて聞いててね。話はちゃんと聞いたそうで、寝てなかったそうですね。で、最後に、皆さん神様に感謝しましょうって、毎日さんにこうやったらって、こう、パパパってやったの。で、その時に、彼は別に話聞いたけど、そんなすごい感動したわけじゃなくて、普通に聞いてて、あ、そうかと思って、じゃあ拍手しようと思って、こう普通にこうしようと思ったの。こうしようとね。ところが、彼が言った時の当時の、今の世代はしないけど、当時彼らは、コンサートに行ったら、こう、上に手を叩いて、腰をこう振るんだそうですね。私がすると変でこうですけどね。ね、でそして、でも彼はそんなことをするつもりなくて、こう、普通にこうやって拍手しようと思ったのに、勝手に手を上に行ったんですって、勝手に手が。って自分で思って、それで拍手をした瞬間に、ドドドーッと精霊満たされたんです。これはもう説明つきません。全く主の主権と恵みです。精霊がドドドーッと来たんですね。その瞬間ですね、内側からですね、喜びが突き上げてきた。幼い頃からずっと聞いてきた聖書の真理、聖書の事柄、十字架復活、イエス様今来て祈り応えられるっていっぱい聞いてきて、知識は山ほどあるけど、自分の中に全然こう、体験として落ちてこなかったことが、一気にドドーッとしてきた。これが聖霊のバプテスマなんです、皆さん。知識じゃない。知識はどうでもいいと言いませんよ。知識は大事ですよ。でも、知識だけでは、アウトです。それが、霊に、私分からないと。これ精霊じゃないと分からないんです。で、これもう満たされてね、自分で一番解いたら、もう喜びが突き上げてきて、もう嬉しくてたまらない。もう嬉しくてたまらない。そういう時って、皆さん、面白いですよね。本当ってことよく使うでしょ。救われて間もない頃いませんでした。もう本当に本当に、本当に言いませんでした。いかに今まで嘘だったかということですね。いや、言いませんでした、本当に。本当に本当にって言って。でね、その後ね、ロサンゼルス当時ね、九州と東京からチーム行ってたんで、九州のチームはね、夜遅い飛行機で、ソウル経由で帰ってきたんですね。でそれで、遅く空港に行ったロサンゼルスの。光くんが私の来たんですね、飛行機待つのに。まあ、喋る喋る。そんな私喋ることじゃなかったのに、もう嬉しくてたまらなくて、はーって言ってもね、もうなんか、ね、もう止まらないんですね。嬉しくて。で、あ、そう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 、とか言いながらね、聞いたわけですね。そして飛行機に乗った時に、ロサンゼルスから日本帰ってくるまで8時間、あ、ソウルか、ソウル行くまで8時間から10時間かかるんですけども、もう眠れない感動して、聖書をずっと読んで、もう感動して、賛美して、悔い改めて、もうそれの繰り返しで、来ちゃう。で、その後、日本に帰ってきたら、バスケットの仲間がいっぱいいた。もう体育会系ですからね、こんなんですよね。すごい連中ですね。連中なんて失礼だけど、やっぱり連中ですよね。すごい連中ね。ね、ことごとく救われたんです。あまりの彼の変化に驚いて何だそれはってことで、いや、それはキリストだってことで、ね、で、とくとく救われた。14人ぐらい救われたんです。で、結婚式長崎教会の、前の前の会でしましたけどね、最初はクリスチャン向け、次はノンクリスチャン向けってことでね、ブワーッと来ましたよね。で、何かって彼を変えられ、でもそれどこで言ったかって言ったら、主が言われた場所なんです。ロサンゼルスからよかったとかそこじゃないんです。神様に言われたところに行ったんですよ。で、この場合はエルサレムにとどまることだったんですよ。いいですか？ある方はとどまることに意味があります。ある方は行かないといけません。でも、主がおっしゃる場所にいるときに、神の霊が激しく望んで、聖のバプテスマ、もうすでに受けてる人はもう一度満たされること。ね、今もう聖のバプテスマを受けて満ち溢れてるなら、もっとニコニコしてしまいます。
もう私の説教したら思わず気がついたらアーメンって言ったりね、もう思わずもうこう言ったりしてますけど、そうじゃないってことはもっと満たされる人があるということですね。だから本当に聖霊の松本さんはそれが望んでくる。これ一つ目は主の言われる場所にいること、とどまること。とどまるってのは主のいる場所って意味ね。だからある人はここにとどまり、ある方はどこかに行ってそこにいるってことですね。だってこの時10日でしたけども、カイロは10日間で結果ですよ、分からなかったんです。この後書いていつとかどんな時で書いてあるように分からない、10日と分かってなかった。最初から分かってるといいですよね。例えばアメリカ行ったらね、最終日にね、セオバウテスも受けるよって分かってたらいいですよね。分かんない、そんなことは。でも主がおっしゃる場所に行く時に神が主権を持って必ず注いでくださる聖霊様はね、これがそれ一つ目なんですね。で、まあ、ところがね、せっかくそうやって約束されたのに、この時まだ聖霊の御前ね、そうやって約束されて、弟子たちは、そうか分かった、その、セロバブテスマとかどういうことよく分かってないけど、とにかく、そのセロバブテスマ、その力を受けないといけないと思ったんだけど、彼らが思ってたのは、6節見るとね、そこで彼らは一緒に集まった時、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるんですか。彼らは地上のことを考えたんですよ。メシアはやってきて、神の国を復興してくださる。それは地上の国を考えてたの。イエス様が神様って思ったのは永遠のことなんだけど、彼らは地上のことしか見てなかった。だから、ね、あ、イエス様もう十字架かって思ったら、もうダメだ、もうダメだと思ったら復活してくれた。うわ、これで今度は地上に、ついに再びイスラエルの国を作ってくれる。もう死にも勝ったんだから絶対勝てるぞって、そういう考えですね。いつ再興してくださるんですかってこう言ったの。これ地上のことだったの。で、皆さんね、私たちは地上のものを見てるとわからないこといっぱいあります。なぜクリスチャンなのにこういうことが起こるのって。いや、いっぱいありますよ。理解できないこと。でも本当に永遠に目を向け始めて永遠を受け取り始めたら、ね、全部理解できないと言いませんけど、あることはなんか理解というか霊的に開かれたり、あることは分からないんだけど受け止めることができるようになる。永遠が見えてくると。最近キキさんを呼んだ時にね、はっきりおっしゃる天国でね、ね、50代で天に帰っていったこういう大きい、ね、方がいましたよね。ね、で、あの方がね、あ、なんか喜んでるなと思ったし、最近よくこう考えることがあるんですね。で、お母さんがね、若すぎましたって言われてね、本当にお母さんのことを考えたらね、心が痛いますし、本当に辛いだろうと思います。で、特にお母さんはまだはっきりイエス様を信じてないからね。だけど本当に彼のことを考えたら、彼はものすごく純粋だったんですね。純粋すぎていろんな人とぶつかったし、純粋すぎて、いろいろ問題があった。地上は住みにくかったと思いますよ。本当に彼にとっては地上は住みにくかったと思うね。でもね、今ね、キリストの懐でですね、大好きな賛美をね、24時間できる。天のオーケストラと、これ本気で言ってますからね、天使たちと一緒に本気で言ってますからね。私ね、なんか永遠って考えた時にね、あれって思ったよね。これ地上のことだけ見てて分かんないけど、永遠を見てみたらなんかこれ全然違うのが見えてくるなと思ってね、思ったんですね。で、アフリカの人は一人ね、今ね、教会来てね、もうものすごいホームシックでね、もう今にも帰りたかったそうな人がね、今来てね、もういつもこうね、インターナショナルサービスの時ね、賛美でこう立ってね、やってますしね、キャンプにまで来てね、もう自分がスイカ割れなかった、この人が終わったらね、自分のことに喜んで飛びついてましてね、教会に馴染みきってるんですね。この前の殉教祭の時も手伝ってくれて、あの人はね、福岡行ったから身がついたけど、福岡行ったのは彼のおかげなんです。みんなが反対したのを、彼だけ行こうって言って行ったら、彼が身なんですよね。天国で喜んでると思うんですよね、本当に。で、永遠を見ていくと見える世界ってあるし、全部分からないと言いません。でも分からなくてもなんか受け取れる世界って出てくるんです、これ。でも弟子たちはこの時まだそれが見えてない。聖霊がまだ来てないからだと思うけど、聖霊様が来ないと分からない。地上のことしか見えない。だから思わず言った。そしたらイエス様が、いつとかどんな時とかはあなた方は知らなくてもいい。これはその答えじゃないんですね。聖霊が望むのは、それは父がご自分の権威を持って定めているって言って答えてない。イエス様時々答えられないことがあります。答える必要ないこと答えない。いや、分かってないからね。いや、ね、ちゃんと聖霊が望むから、そしたら全部分かるから、でその時は、ね、あなた方知らなくても大丈夫、ちゃんと来るからって言ったんだ。いやね、教えてほしい時あるんですけどね。でもずっと、そしてこういった発説、2つ目のポイント、聖霊があなた方の上に望まれる時、これは聖のバウテスマはね、聖霊があなた方に臨まれるとき、あなた方は力を受けるって。聖霊が来ると力を受ける。で、この力は腕力だとかそういうんじゃないんですね。これは聖霊の力で、何かというと、エルサレム、ユダヤとサマリアの伝道、および地の果てにまで私の証人となる力です。で、わかりやすく言えば、長崎で言えば、ね、長崎、九州、日本、全国、および地の果て、
地球の裏側、日本の裏側、ブラジルかな、もうブラジルは地の果てにまでキリストの証人になって、この証人って言葉は殉教者と訳する言葉だから、たとえ命を取られてもキリストのことを証する人になりますよって言ったんですよ。これすごく大事なんです。ペテロはイエス様が大好きで、ね、あなた方は私を知らないと言った時にね、とんでもありませんって、他の奴らが裏切っても私は裏切りませんって言って、あれ心の底から言ってたけど、いざ来たら最初はパッと金耳を切って落としましたけど、その後ハッと我に返った後ね、散っていった、逃げていった。でも気になって仕方がないから、イエス様とそっと追いかけてきたら言われちゃったんですね。一緒にいたでしょって言ったらね、いやいやそんなこと、そんなこと仲間へ仲間へって言ったんですね。仲間へって鉛で分かる場合とか言われたんですね。そしたらですね、ね、そんなことなかったとか言ったんですね。もっと分かったんですね。そして最後はですね、呪いをかけて誓ったって書いてある。あれね、気がついたら呪いかけてたの。怖かったから、怖かったから、意識してない、もう怖かったから、気がついたら呪いかけて誓ってしまってたと思うんです。聖書ってね、私すごく好きなの、ものすごく正直なんです。ペテロは本当にイエス様好きだったんです。でも怖くて逃げたけど、気になって仕方ない、追いかけていったら仲間だと言われたら、思わず怖くて知らないって言った。それでもやっぱり近づいたら、やっぱり言われたら、最後は思わずも呪いかけちゃった。もう怖かったから、思わず、いやいやとか言ってこう、ね、言いませんよ。ちょっと言いたくないから呪いかけるなんてね。もうなんて自分が弱く情けないか知ってた。で、この時だって隠れてん、怖いから。ユダヤ人見つかって殺されるのに怖いんですよ。情けないじゃないですか。でもそのペテロは他の弟子も一緒です。その弟子たちに、いや、あなた方はこのエルサレムだけじゃない。もう地の果てまで行って、たとえ殺されても私のことを証しするようになるよって言われた。つまり全く血が変わりますよって、恐れに打ち勝ちますよって、本当に血が作り変わりますよって、全く変わりますよって言われたんですね。で、皆さんどうですか、自分に関しても他の人に関してもいいですよね。これだけはダメだわって、もう私は情けないけどこれも変われんわっていうのはありませんか。何回も言いましたけどね、分かりやすいから、佐世保教会のね、山田牧師が ね何回も言いましたけど、私にね、しみじみ言ったんですよ。キャラ牧師、タバコだけはねやめれない、これやめれたらね、水を歩いた奇跡を心から信じてね、水辺でも歩けると思うって、本当に言ったんですよ、私に。それぐらいからタバコやめれないって、もう固く信じてた。ところが教会が祈ったでしょ、あれだね、なんかこの気管支喘息になって、急性気管支炎になってね、横になって眠れなくなって苦しくなって、それ1ヶ月ぐらいついたのかな、1ヶ月半ぐらいついたのかな、で治ったんですよ、完全に。だからね、それしたらもうね、タバコ吸わなくなったの、本当に吸わなくなって、全くそれから吸わなくなって、今はもう今やめられましたけど、不動産の仕事した時はやっぱり仕事、ね、不動産の仕事して一緒にお客さんと乗っていくとね、タバコ吸うんですって。一生懸命忍耐してて、その人が降りたらね、ニコッと笑って降りて、その人が見えなくなった瞬間、こうね、窓をパッと開けてね、で全部ねアルコールで拭くんですって、パッて。そこまでするかっていうぐらいタバコはもう嫌になったって言いましたね。あの代わりをダビデ村上牧師はもう中学からお酒飲んでて、飲んべの家系で大好きだった、本当に好きだった、タバコが好きだったけど、ね、子供を飲んだ結果子供こついたら、子供の頭石頭でこぶもできなかったのに、自分の手が骨折して仕事できなくなった。その時本当に神様から来たとかあったから、真剣に悔やんだんです、その晩。自分やめれないと思ったけど、悔やめたら次の日の朝から全くタバコじゃなくてお酒いらなくなって、今に至るまで全く飲まないし、最近います酒飲みは嫌だって、同じことをくだくだ言ってよく言うなと思うけどね。本当にお酒いらなくなった。分かりやすいからタバコとかお酒にしましたけど、内側の性格もあるじゃないですか、他の人に関しても自分に関しても、もうどうしようもないって、もうこれだけ変わらないって。私大学時代ですね、受験関係の出版社でアルバイトしたことがあったんですね。なんちょうど受験期に ね大学に試験もらっていって、先生に渡して回答もらって、ね、作るんですけど、で大学生たちいっぱいいたんで、目の前にね、上智大学のね、心理学部の女の子がいた。まあいい子でしたけども、みんながいろいろ会話してる時ね、彼女は自信満々に言ったんですね。人は本質的には変わらないってこう言ったんですね。強烈に心に残ってるんですね、なんかその言葉が。で、私は神を知らなかったらある意味で当たってる部分があると思う、ある意味で。でも聖霊を知ったら、イエス様を知ったらそうじゃない。聖霊が来られたら人は本質から変われるんです。ペテロも弟子たちも聖霊が来た時変わったんです。これは分かりやすいから、地の果てまで証人となる、命かけてあれを恐れた彼が変わったように、ね、変わる。で実際変わったんですね。
そこだけじゃない。聖霊が来ると本当に変わることができるんです。はい、聖のバプテスマは聖霊が注がれてくると力を受けるというのは自分ではどうすることもできない、もうどうしようもないことを主の力、聖霊の愛の力が変えられるんです。これ自分に関しても人に関しても神にとって不可能は一つもないんです。ね、でそれはね、もうちょっと喜んでもいいと思うんだけどな。いやいや、皆さんもう、皆さんね、私はすごく嬉しいですけどね。だって、自分もね、皆さんの大切な人も、私の大切な人も、聖霊が変えてくれるんだって思うと希望がありますね。で、三つ目いきますよ。まあ、そう言って、イエス様は天に帰っていって、弟子たちが見つめてたら、ね、あの白い衣をした二人っていうか、まあ、これ天使でしょうね。で、十一節で、まあ、外来の人たちってね、なぜめね、天を見つめ上げて立ってるんだって、ね、あなた方を離れて天に上がられたこのイエス様はまた天に昇っている方と同じ姿で帰ってきますよって言ったんです。再臨のことです、ね、今日は中心じゃないからさらっときますね。そして彼らはオリーブ山からエルサレムに帰って、そして11節13節、ね、泊まって屋上に行った時にペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパルコヤコブと熱心というのシモンとヤコブの子ユダ、これ11人、ね、イスカリオとユダのといて11人の弟子たち、この人たちは、この11の弟子たちは、婦人たち、イエスの母マリア、およびイエスの兄弟たちと共に、皆心を合わせて祈りに専念したと書いてあるんですね。で、ここに一つはね、弟子たちと婦人たちがいるんです。で、教会はね、いつも婦人会、ポリアンナって漫画があるじゃないですか、知りませんかね。ね、あれはイギリスだっけ、どこの漫画だっけ、なんか舞台は。アメリカだっけ。なんかどっかね、でね、ポリアンナしょっちゅうね、婦人会の人たちってよく言うんですけど、ね、で、婦人会にはね、2つあるんです。1つはね、祈る婦人会、もう1つはね、喋る婦人会。ご婦人に喋るなというと、死になさいということを意味しますから、それは言っちゃいけません。でも、祈って喋る婦人会は、教会の力なんです。リバイバルをもたらすんです。祈る婦人たちは教会の宝です。原動力です。本当に祈った上で喋っていいんです。祈らないで喋る婦人たちは教会を壊します。祈って話して喋るなって言ったんですよ。どんどん喋ってください。でも祈って喋る婦人会は教会を爆発させて教会の力になるんですね。これだって使徒行伝の一番最初のペンテコステの時に誰と祈ったかって、弟子たちは婦人たちと祈ってたんです。そこに聖霊が来たんです。わだわだ書いてる婦人たちってわだわだ、これはね意味がありますよ。はっきりで歴史を見てもそうなんですよね。確かに、ね、そしてイエスの母マリア、聖書が語ってるイエスさんの母マリアは本当に謙遜な人ね。イエスさんのお母さんに選ばれたことがあって本当に良かった人。まあカトリック教会行ってるマリアは残念ながら聖書のマリアとはかけ離れています。今天国で一番悲しんでるのは聖書のマリア、本物のマリアは天国で悲しんでるでしょう。でも聖書のマリアは本当に謙遜な人。そしておよびイエスの兄弟たちっていうのは、イエス様が生まれた後、イエス様が生まれるまでヨセフとマリアは、ね、ヨセフは関わりを持たなかったと書いてあるからね。そしてその後、ね、夫婦だから当然子供ができたわけです。一部にですね、カトリック教会の一部にね、生涯処女だったという人がいるんですけど、なんか子供ができたら聞かれてるみたいなので、そんなこと大変ですよね。ね、そんなことはない、ね。マリアはその後結婚してるから弟ができたわけですね、イエス様のね。まあ、全然問題ない、ねね。で、だからその兄弟たち、兄弟とも一緒にいた。つまり、イエス様の家族ですね。ね、そして、それがみんな心を合わせて祈りに専念したって書いてあるんですね。で、祈りに専念したって書いてあるんですね。で、ここだけ見るとすごいなと思うかもしれませんけど、よく考えてみると、弟子たちは怖くて仕方がなかった。一人で寄れなかった。で、しかも自分たちは力がないけど、イエス様は地の果てまで行って、証人になるって言われた。嬉しいんですよ、すごく。自分たちを、ね、今でも期待して、自分たちに対して、嬉しくて仕方ないけど、できっこないと思ってるんですよ、もう。前のペテロはね、さっきも言ったようにね、ね、こう、私は裏切りませんって、俺がやってやる、俺ならできると思ったわけでしょうけど、この時のペテロはもう失敗したはずだから、嬉しいんだけど、とても自分にできないって分かってるから、もう本当にもう嬉しいけどどうしよう、とてもできないと思ってるから、その約束のもの、まだ受ける前だから聖霊のバプテスマは何か分からないけど、その約束のものを受けたらそれができるっていうんだから、とにかくそれが来ないといけないっていうことで、もうそれにすがるしかなかった。一番最初のフィリピンチームは本当に私たちは力がなかった。だからもう必死に乗った。そしたら奇跡が起こって感動したけど、面白いんですね。
その次の日ね、装填したらみんな言ったんですよね。奇跡起こりながら本当かなと疑ったことを嬉しくて、みんな悔やめたって。ね。ほいでね、次の日ね、もう自信満々で言うとね、昨日は、あれは偶然だったって。でも必死はまた、毎日毎日乗らざるを得なかった。それぐらい自分に力ないこと分かってたから。連日神の技が起こったんです。で最後は本当に向こうの教会が祝福された。で今にまで関わりができてる。でこの時彼らは神様から言葉をもらって使命をもらって嬉しかったけど、それをする力がないことを本当に知ってた。本当に自分に力がないっていう弱さとか足りなさを知ってた。これは恵みですね。だから彼らは祈るしかなかった。これ、ね、聖書って愛ですよね。神様の方って愛ですよね。祈りにせん、ここだけ読むのがすごいなんかいいと思いませんか。でもこれもうちょっとね、ちょっと申し訳ないけど、ね、言うとね、この弟子たちは怖くて仕方がなくて、ね、イエス様が大好きだった婦人たちと一緒に、謙遜だったハマリアと一緒に、まして弟たちと一緒に、ちょっと疑い深かった弟たちと一緒に、ね、もう心を合わせなんてかっこいいけどですね、もうそれを求めるしかなかったので、もうひたすら聖霊を求めることにおいて、そのことを一点において一つになって、もうそれしかなかったので、もう祈るしかなかったので、ただひたすら祈っていた。もうそれ以外やることはなかった、できなかったってことですよ。ちょっとね、率直に言ったら、でもそれを祈りに専念してたって言ってください。あそこ分かるんです。何度か話しましたけど、入江さんが来て私たち夫婦に予言した時に、本当に私たちはね、あなた方は戻りなさい、やり直しなさいと言われて本気で思ってたんです。だから何を言われても怒らない。だから一層向けられてね、どこに信徒がいるんだって言われた時に、あ、来たと思ったんですね。でも腹立ちませんでしたね。もう全くおっしゃるとおりすいませんって感じだったら、予言は違ったん、あなた方は忠実だったってね。でも本当にまずね、私と妻は顔を上げて見合わせたん、はぁって言ってね、だからあなた方はここにいたって言ったんですよね。主の御方ってのは違うんですよ。いたって言ったんですよね。いたなんて過去にはいるしかなかったん。ね、でこの時も弟子たちはもう祈るしかなかったん。で日本のことわざに困った時の神頼みってあるんですよ、ね、これはことわざです。でも私ね、昔ね、困った時の神頼みなんて思ったけど、いいことだと思います。困った時でいいから、誠の神頼みだったらいい。変な神頼みはよくないですよ。誠の神頼みだったら、困った時に誠の神頼みをするなら、誠の神を答えてくださるから、どんどん困った時に誠の神頼みをしてほしい。キリスト頼みをしてほしいんです。だからね、時々ね、いや、困った時だけ神頼るなんて、そんななんかよくないよ、僕ね。って言って、困った時にさえ神頼らない人がいる。これはどうしようもない高ぶりです。本当に困った時に聖書の誠の神頼る。ましてクリスチャンがね、なんかもう本当にダメ、僕自業自得だから、こんな時だけ神様とか言って申し訳ないから、もう仕方がないわって、それはまずい。あなたはもう自業自得であろうと、あなたの限界であろうと、あなたにどんなにできなかろうと、神には不可能はないんです。聖霊が来られたらどんな不可能も可能になるし、あなたの愛する人がどんな壁にぶつかっていても、あなたが本当にその人の代わりに神のところに行って聖霊を求めたら、だってあの光くんは自分で祈ってたと思わない。でも光くんのために祈った人が間違いなくいる。そしたら聖霊が彼のところに行ったん、彼は作り変えられたん。なぜ同じことがあなたの愛する人に起こらないと思いますか。神にはエコ引きなんかないんだから、必ず起こるに決まってる。ましてライトウェイトの赤ペンに変わったんだから、そうでしょう。ってことはね、自分のことでもいいし誰かのことでもいいけど、で一人じゃなくて、この場合教会ですね、一人でももちろんですけど、教会で主のことを行くとね、行くんですね。まあ、時間がないから実は他に任せようとしてたんですけど、ちょっと時間がありませんが、うちの三男坊がですね、今度卒業して牧師補佐になりますけども、彼は大学辞めた後困った時にね、あの長女があの彼にと一緒にパトモスに行こうって火を出してくれて行ったんですけど、で本当にね、なんか乾いてたっていうかね、なんかどうするかって困ったんですね。でその時に行く飛行機の中で聖霊にのどまれちゃったんですね。これでもうなんかね、もう言ってました、それまで神様語ってくださいって、もう一生懸命こうね、もう祈りながら探してみようと、ごと求める感じだったけどね、のどまれちゃったらね、読むでしょ、もう全部どの言葉もこう語ってくるんですって。全ての言葉が自分に語りかけてくるって、もう本当に涙が止まらないって。あの光くんもでしたね、ロスから帰ってくる時にはね、もうずっとこうね、もう言葉が来て感動でこうやってたってましたよね。でそのままパトモス行った後、パトモスで路上ライブやったり、いろんなことやってね、もう喜びでやってましたよね。
聖なのだとそれは変わっちゃうんですよ。で皆さんね、自分に関しても人々に関してもそれが起こってくる。でこれ後の雨リバイバルだから、使徒行伝の時以上のことを神様この Y の時代にやろうとしてる。でその働きのためにこの教会を建てられ召された教会で、その教会に導かれた一人一人はそのための召しを持ってるんですね。でそれはお互いから始まるんですね。それをね、ぜひね、覚えててほしいということを覚えます。でこれからそれが始まってきますね。それをね、ぜひお互いに期待していきたいというふうに思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。私たちに永遠に対する神のものに対する渇きを与えてください。私も含めて神様と永遠に対する渇きを与えてくださり、本当に神様、私たちはいろんな意味で弱さや賭けやいろんなことを感じている方も多いと思います。限界とか、でもその向こう側から来るあなたに求め、祈り、叫び、そして本当に感謝を持って出て行って祈ることができるように、主様、弟子たちを作り変えられたあなたが本当に作り変えてくださり、神のおっしゃる場所にとどまり、そこに行き、そして主様、聖霊の力を持って、人にはできないことをしてくださる聖霊の力を持って、私を捉えて満たして豊かに導いていってくださることをお願いいたします。